はい、こんにちは。のぶや本店ののぶです。今日はですね、多くの大人女子の方がきっとお悩み抱えてるであろう、おでこのお話したいと思います。おでこね、あの頃に比べると私ちょっとおでこが広がったかしらとかね、そうじゃなくてもちょっとシワが、なんていう方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。今日はそのおでこの問題をですね、髪型でカバーするという施術を見ていただきたいと思います。まずはビフォーの状態見てもらいましょう。ドン。はい、彼女、愛知県名古屋市の美容師さん、ひろみちゃんでございます。彼女はね、かつてののぶさんのセミナーにも足しげく通ってくれたし、ここのぶや本店に、リアルにね、お客さんとして髪の毛を切りに来てくれたりしてたんだけど、なんと今回のぶさんが切らせてもらうのは2年ぶりでございます。なのでね、こんなに伸びちゃってるんだけど、実はもともとショートヘアだったのね。なので今回、このおでこの問題、一番気になるということで、それ以外は全部のぶさんにお任せしますよということで、ひろみちゃんにとってはおなじみのショートヘアにしたいと思います。そんな気になる仕上がりがこちらです。ドン。はい、あのおでこ問題すっかり解決されていると思います。今日はこの施術のシーンをほんの3分ぐらい見てもらおうと思います。そしてその後、この大人女子のおでこ問題についてののぶさんの考え方をお伝えしたいと思いますので、必ず最後までじっくりとご覧ください。では行ってみよう。では解説します。まずはこの長い髪をギャーって驚くほどのことでもないよね。まあ邪魔だからバサバサ切っちゃう、ただそんだけのことです。まあここのぶや本店ではね、大幅なイメージにする人結構いるので、こういったことは日常茶飯事です。そして彼女もね、美容師さんなので、別にこんなこと驚きもしないよね。生まれて初めてのショートにするわけでも何でもないしね。ということで、まずはいらない毛を切った後、ここからいよいよヘアスタイルが作られていきます。今回のテーマであるね、このおでこの問題ね、まあ大人女子の皆さん、かなりね、多くの方がおでこの広さ、またはそうでなくてもシワが気になってきている方たくさんいるんじゃないでしょうか。実はね、髪型で別にそんなことはね、どうでもよくなっちゃうよという例を見ていただきます。まずはね、こんな風に大雑把に、レザーカットでね、長さを切っております。彼女の髪はもうね、何度も切らしてもらってるんだよね。リアルにここのぶや本店にお客さんとしてね、切りに来てくれたこともあるし、セミナーのモデルさんとしてね、切らしてもらったこともあるしで、なのでのぶさん的にはかなり久しぶりの彼女のカットなんだけど、全然別にね、何も問題なくちゃ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 と切っております。そしてこの後ね、カットが終わったらカラーリングでもまた一工夫するからね。今襟足ね、これすきばさみで切ってます。のぶさんあんまりすきばさみ使わない方なんだけど、もちろん時と場合によってはね、適材適所ですきばさみも使います。濡らした状態で髪を切ってから、一遍乾かしてから、こうして、細かく色付けしていくというかな、味付けしていくのがのぶさんのカットでございます。普段からね、このチャンネル見てくれてる人にとっては見慣れた光景だとは思いますが、こうすることによって、乾かすだけでいい感じになるよと。明日からね、ここに来てくれてるゲスト自身が自分で乾かしてもノブさんと同じような感じになる、下手するとノブさんよりもっと上手になっちゃうみたいなね。そして今カラーリングをしています。カラーリングもちょっとね、ハイライト入れたりなんだりして、このヘアスタイルがね、より生きるようにしております。もちろん彼女、大人女子ですのでね、白髪対策としてもこのハイライトというのは非常に有効。そして全体の明るさをあまり暗くしすぎないことこそが、伸びてきた時の白髪のストレスをね、軽減してくれるからね。ということで今切った髪の毛を本人に履いてもらってます。カラーの放置時間に、ほらこんだけ彼女がね、結構癖っ気なのは分かってもらうのでね、切った髪の毛がくるくるしております。そして仕上げはいつもの通りブワッと乱暴に乾かすだけでございます。種も仕掛けもなく、何の小細工もなく、ただ乾かせばそうなるように切ってあります。こうしてみるとハイライトの様子もね、分かってもらえると思うね。そしてワックスをちゃちゃっとつけて、手ぐしでパパッと整えて終了ということです。来た時とはまるで別人になりました。はい、かわいい、イエイ。
はい、ということでご覧いただきましたがいかがだったでしょうか。ひろみちゃんめちゃくちゃ可愛くなっちゃっておりましたが、このおでこの問題ね、結構ねある年代を超えると多くの女性が抱えてるお悩みだと思います。では今回のぶさんが何を考えてこのスタイルを提案したのかということなんだけど、結局のところおでこね、髪を下ろせば隠れるという非常にシンプルな問題です。ただ気をつけなければいけないのは、このひろみちゃんの前髪見てもらうと分かると思うんだけど、かなり重めに下ろしてるよね。これが薄い前髪、つまりおでこが透けてるような前髪だとかえってちょっとよろしくないなと思うね。それはなぜかというと、おでこの広さもものすごく目立つし、シワも縦の前髪のラインがあることによってかえって目立っちゃったりするのよ。なのでもしおでこをね前髪でカバーしようと思ったら、厚めの前髪に作るしかないわけね。でも人によっては前髪が素直に前に落ちる人もいれば分かれちゃう人もいるよね。この場合どうしたらいいのかというと、やっぱりねカットがそうなってなければどうにもなんないの、ね、一生懸命乾かし方を工夫したりなんだりしても、そういう風にしてちゃんと前髪がおでこを隠す、そういうカットがされてないとお話にならないわけですよ。もしかすると美容室で前髪多めに下ろしてくださいと言ったのに、あなたの前髪はこうこうこうでこういう理由でなんていう風に何らかの理由をつけられて前髪を多くできませんと言われた方いらっしゃると思いますが、ほとんどの場合は実はカットでなんとかなります。そしてカットだけではなくて、カットプラスあなたのドライヤーのテクニックが必要なのね。このドライヤーのテクニックというのは別に難しいことでもなければ特別な器具を使うわけではございません。めちゃくちゃ簡単なやり方なのよ。カットさえできていれば誰にでもできる方法、これでしっかりと前髪が下ろせるようになります。その方法はですね、ドブさん過去の動画でたくさんお伝えしております。過去の動画の見方めちゃくちゃ簡単です。今見てくれてる画面の下に信屋本店のぶとこのチャンネルのチャンネル名が書いてあります。そこをポチッと押していただく。そして画面が切り替わったら上の段左から2番目の動画というところを押してみてください。これを押すとのぶさんの過去の動画がずら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 出てきます。ここであなたが普段どういうふうに乾かすとこのおでこをしっかり隠せる前髪が作れるのか、トップがぺっちゃりならずに済むのか、パックり分かれずに済むのか、こういったことをたくさん動画で発信しておりますので、今日の動画が見終わった後ぜひチェックしてみてください。さてこのひろみちゃんなんですが、愛知県名古屋市でヘアサロンを営んでおります。めちゃくちゃ人気者でね、2ヶ月ぐらい先まではもう予約がびっちり埋まってるそうなんで、ね、そうなんだよね、人気の美容師さんっていうのは先々まで予約が埋まっちゃってるもんです。でもノブさんのおすすめだったらぜひ行ってみたいわという方はですね、このひろみちゃんのサロンのデータは概要欄の方に貼っておきます。概要欄は今見てくれてる画面の下にある今日の動画のタイトルをポチッと押してくれるだけ。ここにひろみちゃんのサロンのデータを貼っ付けておきますので、気になる方はぜひともひろみちゃんを訪ねてみてください。その際のぶさんの YouTube でひろみちゃんのことを知りましたと一言添えていただくと、めちゃくちゃコミュニケーションがスムーズにいくと思います。超おすすめの美容師さんです。ということで今日はおでこのお話させていただきましたが、参考になれば幸いです。現場からは以上です。この後のおまけコーナーもお見逃しなく。ではここからはおまけコーナーのぶさん体操の時間だよ。はい、やってまいりました。久しぶりののぶさん体操のお時間です。のぶさん体操というのはですね、のぶさんと一緒にストレッチをして気持ちよくなっちゃおうぜ、可愛くなっちゃおうぜ、そういったコーナーでございます。今からのぶさんが言う通りにあなたも一緒に体を動かしてください。まずは手を反対側の肩に乗せる。乗せたら首をまっすぐ伸ばしていきましょう。顎をしっかり上げることね。お顔が上を向いたら首を後ろに折るのではなくて、お顔を天井にくっつけるつもりでぐーっと上に伸ばしてください。そしたら手を乗せた肩と反対側にお顔を首を傾けていく。こっちの手で下に引っ張る。頭で首をこっちに引っ張る、ね、そしてこの真横をしっかりと伸ばしてください。ゆっくりゆっくりゆっくり伸ばしていくことがより伸びる秘訣です、はい、力を入れてグイグイやるとね、筋肉というのは硬くなっちゃうのでかえって伸びにくくなるからね、痛い人は決して無理をせずに痛くない範囲でゆっくりしっかり伸ばしましょう。はい、戻す時もかなりゆっくりしましょうね。はい、反対いきましょう。反対側の肩に手を乗せて顎を上げて顔をしっかり真上に伸ばす。そこから手を乗せた肩と反対側の方に頭を傾けていく。ゆっくり優しくしっかり伸ばす。
はい、ゆっくり戻しましょう。今度は手を使ってこう、ね、反対側の耳のあたりを押さえて、こっちに手の肘をね、こう下げていくような感じで首を伸ばしましょう。この横が伸びるようにね。あー、気持ちがいいなというぐらいがちょうどいいです。そしてこっちの肩がこう上がっていかないようにね、肩の位置はそのままで首だけをしっかり伸ばす。はい、ゆっくり戻す。今度反対。この時ね、首がこう頭が下向いちゃうと意味ないからね、しっかりと顔を上げた状態で伸ばしていきましょう。肩の位置が上がらないように。はい、ゆっくり伸ばす。じゃあね、戻す。はい、今度は手を両方組んで肘を締めて真下を向きます。このままぐーっと首の真後ろを伸ばしましょう。はい、ゆっくり戻す。どうでしょう、これだけでかなり首の周りがすっきりしたと思います。特にね、普段パソコンをしてますとかね、スマホを長時間見てますという方は首がかなり凝ってるはずですので、ぜひこれ取り入れてみてください。以上、のぶさん体操でした。ということで、今日も最後までお付き合いありがとうございました。告知させていただきます。来たる4月25日夜9時半からライブ配信をやっちゃいます。もちろんこのチャンネルの編集&音楽担当の赤津と2人で楽しい時間を過ごしたいと思いますので、今のうちスケジュールのチェックをよろしくお願いいたします。それとこの信屋本店のぶというチャンネルはですね、サブチャンネルがございます。その名も信屋音楽館でございます。昭和の名曲を中心にのぶさんが歌い上げております。ぜひとも今日の動画見終わった後チェックお願いします。 URL はコメント欄の方に貼っておきます。そして、前回の動画でもお知らせしたんだけど、のぶさん久しぶりにですね、セミナーを再開しようと思っております。場所は兵庫県川西市のあのツッチーの営むサロン CU です。今のところ 2days 企画しております。1日目と2日目は違う内容で考えております。美容師さんに限らず、どなたでも楽しんでいただけるセミナーとなっております。ただし参加資格は Facebook でのぶさんとお友達になってもらっていること、それと実名、顔出し、お顔ははっきりとわかる写真で、お名前は漢字でフルネーム本名でよろしくお願いいたします。募集は5月に入ってからさせていただきますので、今のうちに準備をよろしくお願いします。ってな感じで、なるほど、納得と感じていただけたら、ぜひチャンネル登録&高評価ボタンをよろしくお願いします。ではまた火曜日に会いましょう。バイバイ。じゃんけんぽい。パワーでした。では恒例の、私女に生まれてよかった、そして俺男に生まれてよかった、 OK、 ありがとう。今日も工事の音がうるさくてごめんね。1, 2, 3, 4.